元々は、僕は特殊メイクのアトリエで特殊メイクをやっていて、で特殊メイク のスタジオも持っていたんだけど、そこから自分が映画を撮ることになって、で CG の会社とアトリエと一緒になったのが平和台にあったんですよ。今ここで僕はここでまあプロダクションみたいなことと、あとは特殊メイクの、デザインだったりなんだったりとかいうのをここでやってる感じ。映画監督として自分もできるようになって、でそれでだったらもう他の若手の映画監督を育てたい、で面白いやつらを育ててみて、でいろんなチャンスを出して、でどうなるかっていうのも見てみたい。映画しか興味がなかったからですね。暗い青春時代を生きてきたんで、映画しか救いがなかったんで、特になんかスプラッター映画とか見て、気分が良くなってたんで、そこしか救いどころがなかったので、もともとミュージックビデオとかをやっていて、で西村さんに今回お声掛けいただいて、そのミュージックビデオで結構アニメーションのなポップな感じのものを作ってたんですけど、それをなんかゾンビでやったらなんか面白いんじゃないかっていうことでお話しいただいて、で今に至るっていう感じですね。ゾンビ TV っていう作品は、僕の最初の企画の中でモンティパイソンみたいなやつを作りたかったんですよ。で、すごいショートな、なんかこういろんな話を20話ぐらい入れ込んだ映画にしたくて、私最初そのスプラッターとかゾンビものとかも本当にこの作品をやるまであんまりこう普段見なかったんですね。で、それこそバイオハザードとかそういうものをもう知ってるし、ゾンビもまあゾンビの存在は知ってるみたいなぐらいだったんですけど、何が面白いのかなっていうのをまず考えたんですよね、今回の企画はね。だからその時にやっぱり、コメディのゾンビの、なんか日本っぽいし、なんでゾンビこういうことが、こういうゾンビもあるんじゃないのとか、ゾンビ対食人族とか、そういうなんか見たことがないものをやっぱやりたかったんですよね。もう そこかなと思って、初めて見るゾンビコメディみたいなもの。印象に残るのはやっぱりゾンビの神様が一番印象に残るっていうのがありますね。やっぱりゾンビって、なんかいろんなパターンがあるんだけど、ああいう風にギター持って歌ってるゾンビの神様っていうのは多分初めてだと思う。ゾンビ進化論っていうのが、西村さんの監督したやつでコーナーであるんですけど、ゾンビが歩いてる、ゾンビが走るゾンビ、最近流行りの走るゾンビに進化するまで、なんでゾンビが歩いて走るようになったんだろうっていう、その進化の過程をちょっとコメディにしたっていうのがゾンビエボリューションっていうやつなんだけど、同作品のオマージュもいろいろと、まあパクリが多い。ゾンビって本当に人の皮膚を食いちぎれるかっていう実験ですから、本当にやってみて危ないって思いました。酒酔っ払って、なんかゾンビのなあんま重いの見たくないなみたいな時に、なんかみんなで笑いながら見るみたいな、そんな感じかなと思って、まあ、アメリカだったらなんかこうマリファナ吸いながらドラッグでこうドラッグ決めながらこう笑いながらね、ビール飲んで見るみたいな。ゾンビ TV、ゾンビ版モンティパイソンみたいな作品です。みんなビール飲みながら
楽しく見てね。これ前あのすげえ全然金ない時に作って、はい、秋葉原で売ってたらすげえ売れて、大丈夫あのやばいって思って全部